どうも、現在指名手配中のダンテの兄です。今日もよろしくお願いします。まあ本題に入る前に、昨日皆さんにいくつに見えますかという質問をしたんですけど、 YouTube のチャンネルに思いっきり書いてあることを忘れてました。まあ正解は、はい、これ当たった人たち。テテルテテテテテルルテテテテテルテテ。よし、じゃあ商品を紹介するか。はい、ということで今日の商品はボスハーフ&ハーフ。よう、相棒。まだコーヒーかよ。いつめ、いやでも、じゃ、いやなんか、で、お疲れ様です。まあ本当は食玩をやりたかったんですけど、どうやら食玩は新しいのが発売するのって大体火曜日の夜に入ってきて、だからまあ水曜日とかなんで、食玩は明日やるんですけど、でもこれはボスはハーフ&ハーフにした理由は、なんとドラゴンボールのしょぼいプルバックカーがついてます。こんな感じです。もちろん俺は大好きなヤムチャ様をもらいました。皆さんの好きなドラゴンボールのキャラは誰ですか？はい、いろんな種類がありますね。全部で15種類ですね。ほとんどナメック星編と、まあセル編、まあセルが一応いて、あとトランクスもいますね。あとちゃんと、ほら、ちゃんと天津飯がいますよ。チャウズはどこにもいないけど、てかなんで占いババがいるんだろうか。なんかメインのキャラクターがいっぱいいて、その中に占いババ、なぜチャオズがいない、天心、天さん、チャオズを置いてきたのか、戦いについていけないと思って置いてきたのか、天さん、どうなんだよ。キーかかってこいや。キーキャー、え、うわー、やめてくれー。え、いや、ちょっと待って、俺まだ何もしてないんだけど。いや、見ただけなんだけど。キャー、弱すぎでしょ。あ、じゃあ一応コーヒーの感想を。ダンテ風に感想を言うと、めっちゃコーヒーの味がする。普通のコーヒーですね。あ、120円です。まあ缶コーヒーなんてほとんど120円ですよね。多分ほとんどのコンビニで買えると思うんですけど、一応、まあ、俺はセブンイレブンで買ったんで、欲しい人はセブンイレブンに足を運んでください。明日は多分食玩を紹介したいと思います。なんかいいのあったら、まあわかんないですけど。じゃ、バイナーラー。PDS 株式会社。うわー、ビールうめー。